ドレス、すごいピンクになる画面が、すごいなんかピンクにならない、ピンク画面、後ろにもリボンがついています。そして頭のリボンも大きいリボンがついています。かわいいでしょ。何も履いてない、下はドレスなんでね、いいかなと。こんな感じかな。そう、かわいいドレスだったので着せてあげました。ゆで卵ちゃん、ゆで卵ちゃんだな、今もうパツン女子になったもん。今日さ、メイクするときにさ、なんかさ、今日踊って、そう汗だくになって、だからちょっともう本当暑いと思って、それで帰ってきて、まあクーラーつけてるから今涼しいんだけど、ちょっと暑くてもう前髪をくくってこの辺でピョーンってさせたの。そうメイクするときもずっとここ前髪ピョーンってさせてやってたから、そう私のオフ姿をね、ちょっとツイッターに上げてしまった。前髪上げたひなちゃんも良き。本当にデコ出しも好きですかね。みんな、おやすみなさい。おやすみなさい、バイバイ。ひよこちゃんちょっと映して。いや、いいよ。今ひよこちゃんと一緒にいる。ひよこちゃんと寝る。くまちゃんの衣装がちょっと変わったよ。はい、おやすみ。今とぴよちゃんの寝る前の挨拶でした。すぐ保存した。出た。みんな。このツイートは消すかもしれないってやったら、みんなすぐ保存するんだから、言わなければよかった。うん、すぐに保存するんだから、いや、じゃあ消す前に保存するんだから。保存は当然やんけ。全部保存してるの？画像フォルダが大変。1万は超えてるね。そう、いつも全部保存してしまう僕、やばいじゃん。みんな画像フォルダ岩田ひなで2万は埋め尽くされてるね。ねしおさん、くまありがとう。ひなのね、今画像の写真ホルダーが今4万ぐらいあって、そろそろ重くてスマホが死にそう。死んじゃう。同じ写真保存してしまうこと、あー、わかる。でもそれは推しの写真はなんか同じ写真あるよね。アリちゃんヘア、あれアリちゃんヘアっていうの、このちょんまぎみたいなやつ。アリちゃんちゃんと止めてるからね、おしゃれだから。アリちゃんは飽きに入りのやつは何枚も保存しちゃう。わかる。ひなも推しメンの可愛い写真を保存した後に、なんかちょっと経ってなんかまた出てきて、やばい、この写真やっぱ可愛いやと思って、もう一回保存しちゃうの、たまにある。なんちゃの話のスクショしすぎてて、確かにスクショも合わせたらみんな3万は超えたね。ディオさん、クマありがとう。クマひなちゃんの画像しかない。本当にそんなことがあると。岩田ひなホルダーあるの、そんな嬉しいな。嬉しい、嬉しいだけ。
田中美穂ちゃんのことよろしくお願いします。ゆのもね、田中美穂ちゃんとは仲良くなりたいです。かわいい、ちょっとかわいい子とは仲良くなりたいよね。髪型めっちゃ可愛い。本当にパッツンにするしようかなって最近思ってるんだよね。どう思うみんな。ピナホルノなら見つかっても怒られません。よかったね、ピナがいてよかったよ、うん、そう、お前がお前お前は似合わないんですよ。ひな、お前はね本当に似合わなくてやんないんですけど、いつもの感じが好き。やっぱこうやって着てる方がひなっぽいかな。なんかアイドル前髪の方がひなっぽいかな。どっちにしてみたけど、どっちが好き？いつものひなちゃんと今日のひなちゃんどっちが好き？そしてなんかリップの色が発色されないんだけど、なんでだろう。ちょっと違うリップ持ってこよう。悔しい。よいしょ。悔しいからもできた。よいしょ。なんかリップの色が出ない今日。これをつけてみるよ。あ、出てる。あ、出たね。でももう一個持ってきたから、こっちもつけてみるよ。ひなちゃんセーター T シャツ楽しみって、発送連絡来たん、みんなのところに。本当にひな楽しみ。ダブル使い、いい感じに出てる。なんかショールームってなんかさ、肌の色が悪く見えない。みんなこんな肌の色してたっけって思う。リップも発色されないし、なんていいだ。美白モードにしたら確かに。なんか明るくなった。よー。やりすぎないぐらいがいいよね。こんぐらい？なんかでもなんか違うんだけど、思ってたのと。ちょっとやっぱやめよう。はい。なんかちょっと違う。なんかすごいキラキラしてる。すごいキラキラしてるんだけど、うーん、白すぎやって言われてる。光りすぎた。テカテカマになってしまった。うーん、ちょっと発色薄いよね、ショールーム。やっぱりちょっと発色薄いよね。そう、多分そういうものなんだろうね。じゃあみんなで、あ、シェアするの忘れてた。ツイッターにすぐ忘れるよ私ね。はい、オッケー。うんうん、ひなよ、あ、ひなりぷ読んでる。ひなりぷ読んでるよ。みんなからのリプは好きです。来たよ、じゃあ。いた？じゃあ送った？みんなに配信始まってるよって教えるために送った。ダンス慣れてきた？なんか地味になれない気持ち。あ、サブキさんが10個ミラーボール送ってくれてたのね。ありがとう、キラキラー。
ちょっとミラーボールのなんかこうポーズとかあまり決まってなくてごめんや。お話し会当選メールが欲しちゃったわかんない、星だ、禁止されてる言葉を使われておる。うん、お話し会当たってる人いた、本当に誰だろう、ひなまだ見てないかも、誰かも知らない、誰誰ですか、名乗り出なさい。うーん、1位の人は絶対とかあるかな、ショールームのあのランキング。当たったよって本当に、勝利さん、アッキーさんも、そうなの、楽しみだね。はい、違うって嘘は良くないよ。あ、抽選なんか、じゃあ1位の人は絶対ってやつじゃないんだね。1位の人はっていうやつにしたらいいのに。誰でも楽しくお話はしたいですね誰でもねひなちゃんと電話って緊張しちゃいそう。ひなちゃんも緊張するよ。うん、ひなちゃん応募したそう。うん、してない自分には応募しないよ。そう、ああそう、鬼滅のドデカミン出るってね、だからひなも推しメンゲットしようと思ってる、おたかつそうだね、みんなは何のオタクですか？明るいと可愛い、毎回言う、可愛いですよ、お目々が赤にライトされるからね。うーん、君のひなちゃんオタク、ひなちゃん以外だと野球とか、おーカープねえねえ、ひなちゃんって生まれた時から可愛いの？いや、そんなことはないよずっと可愛くないわ。おばちゃんクマありがとう。クマお手飛んだ坂道グラフイコール着替えさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。神社オタ、お参拝いいですね。神社オタ、神社オタは珍しいかもね、なんか寺オタみたいなのよく聞くけど、ぜひじゃあ、うーん、お寺ね、線路オタ多そう白オタ、お、いいね、何の城が好きなんだろう、瀬戸内いっぱいお城あるよね、
瀬戸内以外もあるけどいっぱいそう、猫オタ、猫にゃあれかな、肉球見ただけで何の猫かわかるとかなのかなバスオタ、バスオタもなんかあんまり聞かないかも。バス、なんかバスって変わるのかな。あ、でもいろんなバスあるか、確かに。なちゃん、楽しのお宅だぞ、嬉しい。三国志オタ、おお、パパもね、なんかそういうの好きだよ歴史のやつ、うん、セタディシャさん、初お知らせ来た、嬉しい、ありがとう、頼んでくれて。ついでになんですけど、ライジングホールと、ライジングホールさんのとコラボしたね、岩田ひなが考えた T シャツもあるのでね、そっちもチェックしてみてください。そっちの方が普段着にしやすいと思います。あつ森オタクひなもまあまああつ森オタクだよ。じゃあ今日の洋服かわいい、本当に今日だいぶゆるいやつだけどゆるく白のあの部屋着として着るワンピースです、これはね。うん、え、そう、ちゃちゃまるね、ひなも聞いてほしいのに全然ちゃちゃまる出てこないんだよね。私はちゃちゃまるのために何枚あのマイル旅行券を使った、カオタのキースケ本田のサインあります、すごい強たですかねサッカーオタクの、うおーリップが通った、そう、キャラ変えばいいんやんって。え、キャラって変えるの？なんかアミーボカードちゃちゃまるないから、なんか出るまで必死にやるしかないみたいなの私見たんだけど、マジマジやマジやな、マジなんで、ひなちゃんのサイン大量に持ってるぜ、へへへ、強たやワイヒナ岩田のメッセージかと思ってます、強たやな、うん、今日届いたお家のお待ち写真で、なんだってひなちゃん自引きできた、おめでとう、よかったねそう、ランダムだからひなちゃん出る確率少なそうだけど、うん、当たらんかった、残念やね、またいつかチェキ会してほしいな。チェキ会すごかったね、なんかもうなんだろう、楽しいよね語彙力がない。最近ちゃちゃまるお得キャラって知ってびっくりしたぞ、やばいねそれは、ふんふん言うとるけーね、ふんふんちょっとちゃちゃまるの声風にしたけどちょっとダメだ、楽しかったなってね、
なんかみんなのすごい近くで感じれる感じで楽しかったよ。今日はこの後寝ると、そう、なんかもうダンスしたらマジで眠たいんよね本当にやばい。もうちょっと踊っただけで本当にね眠たくなる。うん、体がもう弱っちいからさ自粛期間で相当弱っちくなりました。体力戻さなきゃね。あ、ドア来た、本当だ、たくまくんなんだ、くまのあれだ、新郎、あ、新郎で合ってるあれ合ってるよね、くま、新郎くまたん、ありがとう、くま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 ありがとう、くまたわです。シーロンかっこいいね。かけた、はい、よいしょ、たくまくん、ありがくまタワーです、くまありがとう、よいしょ。真珠転げそう、そう、真珠これ取れるからさ、なんか転げるんだよね、頑張れしょけん、ありがとう、見に来てくれて、わっしょいわっしょい、それもゲリラ、え、今日はゲリラじゃなかった気がする、ちゃんと送った真珠頑張れ、真珠頑張れ、本当に、あ、本当だ、ソファにあるメガネって言われて今気づいた、そう、これはもうド入りです、ドドドドドが入りまくってるメガネこれをつけると目が小さくなれるメガネです、すごいよ、これすごいド入ってるからね、もうねこうやってしか今はかけれない、今はコンタクトしてるので目がいいのでね光ってる、ド入り、ドドドドド入り、ご飯テスト、ドドドドがめっちゃきた、ドドドドドド、そう、ほんとやばいんだよね目が悪くて、波平やろなって確かにめちゃめちゃ舌でかけないと、これめっちゃね今つけたらグワングワンしそう、そうひなへい、ひなへいさん、ご飯ですよ、ひなちゃんですよ目元のメイクかわいい、本当に今日なんか色味が全然わかんないの今日ちょっと全体的にピンクな感じです、うん、なんでショールームこんなに、これすごいな、このリップはですね、なんとここがパカーン鏡になってるんですよなんかいろんなものが映りそう、すごくない
おすすめ。まあお直しが必要な瞬間が多いから使ってるんですけど、ね、すごいなんかピンク、これはすごいピンクです。こんなにもピンク、なんのこれショールームでさ、こっちはさめちゃめちゃピンクに映ってくれるのにさ、リップにつけたとさ全然そんなに映ってくれなくなっちゃうの、なんなの、もうなんなの、すっごいピンクなの。そう今塗っててもね結構ピンクなのにね、ショールームはそんなことないんだよね薄メイクに見えるようになってる、うん、そうこんな色つけてると思わなかったでしょ。こんな色つけてるんだよ。なんか、なんか発色されてないよね。そう。おかしいな。おかしいな。おかしいなと。鮮やか。そう、ジルのナンバー真似したい。これはね52番って書いてあるから52番の色、すっごい青みピンクで、なんか手とかに出したら分かるかな、おりゃおりゃおりゃ、あ、めっちゃいい感じに写ってる。そう、なんか手に出したらすごい伝わる。なんで顔に出したら写んないのこんなにピンクなの、すごいピンクでしょ。でもなんか肌を白くさせてくれる感じのピンクだからおすすめです。肌をね白くさせたい人間なんで私は本当に。そうドピンク、可愛いでしょ。こっちに映したらすごい映ってんのに、ショールームの不思議です。うーん、手が白いからそんなに顔と変わんないんだけど、あはついた衝撃的、衝撃的なんだけどマーピスについたあ落ちない、悲しい衝撃的泣いてる、心の底から泣いてるよ。何やって、でもこれティントじゃないから落ちるはずこれティントじゃないからきっと落ちるよ。つらいよ本当に、もう見せられないよこんなの。なんかティントじゃないのに割と落ちないかもこれ。ゴシゴシってやらないと落ちないかも、はい、なんかね落ちてない気がするよね。おりおりおり、あ、落ちたまあいっか、メソメソするな、頑張れ。で、白い光に当ててるからね、血管がすごい浮き出てるの私の手そう、ここに紫の血管がいます、緑の血管もいますって感じ。メイク落としでやるから大丈夫って言われたママにママ美白だからみんなに浮き出ないかな、すっごい浮き出てるでしょ。わっしょいわっしょい、ホテトの坂道グループイコール木貝さん、クマありがとう、クマ
れた。そう、ピーポー鳴ってる？確かになんかちょっとピーポー鳴ってる気もする。受験そう、ひなさこんなにも血が通ってるように見えてさ貧血なんだよね。めちゃめちゃ低血圧女だからさ、そう全然血出せないんだよねむしろ私が足りてないって感じだからさ、そう困ったよね。だから朝弱いの。そう、それもある。天気ちょっと任せろ。A 型の人、 A 型の人お願いします。A 型じゃないけどあげる優しい、全部あげちゃう。やばいよ、死ぬよ、死んじゃうよ。じゃあひなが果敢に牙、夜になったら牙が生えてくるのでみんなのところに行って噛んでもらいますねうん、俺は大型。何型が多いかな。ヴァンパイア最高ハロウィン。うん、Y 型、O 型、アンケートする。確かに楽しい感じのアンケートだからさ、これはしてみよう。何があるっけ。 A 型、B 型、O 型、AB 型、4種類。え、4種類だよねA 型、B 型、AB 型、O 型。 C、C ないよね。え大丈夫だよね。A、B、O、A、B でお願いします。全部投げるの。 A、B、O、A、B ね。あ、不明の人もいるよね。なんかたまにいるよね。なんかひなもなんか会ったことある気がする。え、わかんないってそう、え、みたいになったもん。わかんないとかあるのって衝撃的だった、うん、ことあるから。そう、不明の人いるよね。絶対分かってた方がいいと思う。なんかそういうあるのあるじゃん、血液型占いとか楽しいじゃんね。 A、B、O、A、B ですじゃああと10秒いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0A が多い。次に A、B、O が多くて A、B が多くて A、B が少ない。A、B の方が多いのねえB よりも A、B が多いの。 A、B 多くね。なんかひな絶対4 A、B だと思ってた。嘘だよAB 多くない？嘘嘘嘘だってさあ、え、 A、 O か。 O 型と変わんないぐらいいるんだよ。 22.6% もいるんだよ。 AB 型多いなぁ意外と少ないね、 A 型。確かに 33.7%。 うん、
AB 型に好かれてる、 AB を集めてる世の AB 型の人を好きにさせるのが得意ということだったみたいです。 AB 型さん集まれAB 型ダイソーひな、本当だよ、 AB の好みなのかな私。 AB 型に狙われてるB 型息してないね、逆に B 型にはあまり好かれないらしい。そんな変わんないけど、言うて、まあそんな変わんないけどさ。チバニアさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そう、 B 型がなんかすいません、いや嬉しいよ、数少ない B 型ですから、私の好きな中で。個人情報なんで教えられませんね、そんぐらい教えろや。住所以外はね、教えてほしいものです。A 型っぽくない A 型、わかる、ひなも全然 A 型っぽくない A 型。なんかそんなに几帳面って感じじゃないんだよね、ひな。あ、電話番号も、確かに電話番号もね教えられないね。ゼロだよ。すんごい雑に教える人。名前もごめんなさい、確かにみんな結構あれだよね、ニックネームだもんね、あんまり本名でやってる人いない。でも本名でやってたらあれだよね、多分なんか推しメンからこう呼ばれづらい感じがするから、みんな本名でやらないんだろうね。めっちゃ本名言うじゃん。サイン会で本名バレる、そうサイン会でさ、え、こんな本名だったんやっていうのが本当にあってさ、面白いよね。そう、え、こんな本名、そ、確かにその名前っぽいって思うの、しかも確かに、なんかその下の名前、だいたい下の名前がぽいんだけど、その下の名前っぽい顔してるわって思う。あ、確かにってなる。そう。ぽいよ。ぽくないと言われるみん、ぽくない人もねたまーにいるけど、だいたいぽいですよね。ひなってどんな名前っぽいんでしょう。うん、俺の名前当ててみて、めっちゃせいやっていう名前やってるけどな。ひなちゃんしか思い浮かばん。やっぱひなっぽい顔してるんか。ゆめちゃんでも良さそう、ゆめちゃん。新しく名前をつけられた、ゆめちゃんです。
岩田っぽくはない。岩田は変わる部分だからね、将来ね多分な出た俺の嫁出た匂わせどの辺が誰と匂わせ門脇ひなそういうことみゆちゃんと匂わせ門脇ひなになる予定だからいやー門脇はな男じゃないからな。そう好きな名字ある。好きな名字か。でもなんかかっこいい名字はちょっと憧れがあるかっこいい名字だってどう名字ひなかっこいいかっこいいかっこいい強そう。なんかそうそんな感じ。そう伊集院かっこいい紀龍院だってかっこいいめっちゃかっこいいじゃん。笑った二階堂かっこいいな。うんちょっと何でもかっこよく思える12秒間あるかなんかちょっと漫画のそう漫画感あるねそう白鳥とかあかっこいいね。かっこいいです。アマテラスヒラもう外国のなんか王子か何かと結婚する感じじゃんそれはそう3文字は何でもよく聞こえる。確かに3文字は珍しいからか。うん。天使って書いて天使ってなんかいるのかなそんな名字の人は。いたらかっこいいね。ST で一番かっこいい名字の人は誰だろう。なんか難しい名字の子いたっけ。思いつかない人。STU。ピピさんクマありがとう。クマ。リッセ。ああ確かにリッセももちゃんは確かに。珍しいね。かっこいいね。リッセン。かっこよい。かっこよい。胸ゆき。胸ゆきって確かに珍しい感じがする。かいもいい。かいっていう字が。いいよね。わかる。割と好き。わかる。貝好きなのちょっとわかる。トロブさん、あ確かにトロブさんは本当に珍しいよね。確かに。かっこいい。角岩石の硬さ足らないそう門脇と石田みなみと岩田ひなが揃ったら角岩石というすごい強そうな感じになるんです。あ48分だった。ありがとう教えてくれて。それではそろそろスペシャルギフトを呼んでいきたいと思います。お願いよ。
ほう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 、あーなんか倒れたなんか倒れた、あ、いけた、いきますねマオルさん、アイスありがとう。ポケモン的なたくみさん、バラありがとう。スケさん、アイスありがとう。タクシーさん、聞こえてありがとう。アブリサーモンさん、アイスありがとう。ポムさん、かわいい、ありがとう。セイトギョウタロウさん、結婚してありがとう。リーさん、結婚してありがとう。タツヤンさん、アイスありがとう。カズンの子さん、タコありがとう。タクマさん、ハートありがとう。ハネちゃん、ハートありがとう。あ、ダルマもありがとう。エジホテトさん、かわいい、ありがとう。たくまさん、ハートありがとう。マオルさん、結婚してありがとう。カイトさんも結婚してありがとう。ひらたくさん、結婚してありがとう。ケンチさん、アイスありがとう。せいやさんもアイスありがとう。もちもちもっちーさん、だるまありがとう。せいやさん、うまありがとう。たくまさん、ハートありがとう。あ、かわいいもありがとう。マオルさん、かわいい、ありがとう。自分、ああ、かわいい、かわいいね。はい。ユージンさん、アイスありがとう。カドさん、パラありがとう。モッチーさん、アジサイありがとう。おばちゃん、アイスありがとう。アオルさん、ハートありがとう。タカマちゃん、結婚してありがとう。おばちゃん、かわいい。と、ダルマありがとう。カズくん、かわいい、ありがとう。ブランコさん、かわいい、ありがとう。のぞむくん、ハートありがとう。あっちんさん、だるまありがとう。徳島のひーくん、おんぱありがとう。ん？違う、かわいい、ありがとう。むっちんさん、おんぱありがとう。きょうへいさん、ハートありがとう。のぞむくん、ハートありがとう。さむきさん、ブラボー、ありがとう。けんいちさん、かわいい、ありがとう。ケンケンさん、ハートありがとう。カトさん、結婚してありがとう。ミオラブさん、結婚してありがとう。ポテトの坂道グループ、コルキカイさん、アイスといいね、ありがとう。ポテト、あ、ニオもありがとう。のぞむくん、ハートとダルマ、ありがとう。トロリンコ主任さん、かわいい、ありがとう。カズくん、結婚してありがとう。平田くさん、ハートと結婚してありがとう。え、言ったっけ、言ってないかな。ポケモン好きのたくみさん、バラありがとう。スケさん、アイスありがとう。ロタクシンさん、結婚してありがとう。言ったっぽいな。ソルメイトさん、いいね、ありがとう。ソロリンコ主任さん、かわいい、ありがとう。ピッピさん、ハートありがとう。逃げ恥始まる、え、逃げ恥再放送するの知らなかったよ。今日も結婚が、結婚してが多いな。ゼクシー買わなきゃ。プロポーズされたらゼクシーという、今日もね、私はゼクシーを買いに行かないといけない日を送りますね。やれやれ。やれやれ。嘘やって、嘘やって、みんな恥ずかしいから、恥ずかしいからやめて。はい。はい、ということでですね、そろそろね、ランキングも読んで終わりたい、ランキングも読んで終わりたいと思います。CM 撮れるかな。いきます。13位、ジョーさん、おめでとう。ジョーさんのことが好きだぞ、おめでとう。12位、ふんにゃんいんさんイコールくるにゃんこ、おめでとう。ふんにゃんいんさんのことが好きにゃそう、にゃー。11位、トムトムアットマークタコレオさん、タコレン、タコ
はい、10位ゆうじんさん、あとマーク、17歳のひなちゃんに会いたい。そう、17歳のひなちゃんは賞味期限がね、もうあともうちょっとなんでね、ちょっとみんなねまだ会えてないと思うんですけど、会えてる人もなんかちょくちょくいると思うんですけど、そう、早く会いましょうね。9位せいやさん、あとマーク、ひなた、早く会いたいそう、会いたいそう、嬉しいそう、早くみんなに会える日を、ひなも待ち望んでおります。本当に、ね、8位か、8位、はなちゃん、あとマーク、ひなちゃん大好き、あとひなも大好きだそう。7位リオさん、リオさんのことが好きだそう、おめでとう。6位もちもちもちさん、あとまかひなさんいつもありがとう、ひなもいつもありがとう、感謝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 。5位ホテルの坂道グループイコールキガイさん、あとまかパツンピオシュキメロ、嬉しい、パツン、なんかポニーテールにはパツンが合う気がする、からポニーテールにはパッツンにしようかな。まあいつものねアイドル前髪もすると思いますけど。慣れてるからね。4位だ、4位おばちゃん、頭が会える日までのカウントダウンがしたいそうって。ね、本当だよね、全然会える日まであと何日みたいなのがさないからね、ひなもしたいな。3位ゆっくん、アートマーク DD だけど弓直し。なんか自分で言われ自分から言っていくスタイルだとなんかすがすがしいです、 DD。 ちょっとひなちゃん好き好き度が高い DD ということでね、許してあげましょう。2位たくまさん、アートマークひなちゃん推し、うんうん、嬉しい。嬉しいよ、これからもひなちゃん推しでいてね。そして1位はドルル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 なあ、もっと自信を持った方がいいよ、もっと自信を持って。ということで今日も配信を見てくれてありがとうございました。皆さん、あ、56分だと。優しいのおしめ、いやいやいや、みんなはすごいよ、ひななんかのことを見つけてくれて応援してくれてるみんなもすごい、神様みたい。パッツン萌えでした、嬉しい、たまにやるね、パッツン前髪がん、ちょっとなんか不慣れな感じでパッツン前髪今日セットしたんだけど意外とねうまくいったからね。うーん、なちゃんの女神ありがとう、みんなは優しいね。ということでね、そろそろ配信終わりたいと思います。スペシャルギフトとコメントたくさんありがとうございました。皆さん、夢でない皆さんもごめんなさい、でもありがとうございます。夢なかった皆さんもね、次の配信で読まれるかもしれないので、まだショールームフォローしていなかったらぜひぜひフォローして、フォローしてね、次の配信ではもしかしたら読まれるかもしれないので、また見に来てくださいませ。はい、また見に来ます、嬉しい、待ってるね、しきめろしきめろ。はい。好きだそう、好きだそう違うよ、好きなそうね、好きなそうだよ。本当ですか、え、
本当ですよ。かわいい。何そのアイコン、なんか鳥みたいな。ひよこかな。テンションが上がってきた。夜になってきたからね、夜中のテンションがちょっと。はい。本当だよみんな。ではまた会いましょうね。また会いましょうね。深夜テンションちゃんと寝るのよ。そうだよ、みんなちゃんと寝るのよ。クマの方が可愛いでしょ。今日届いたもん。もっと褒めて。もっと見てほしい、このクマちゃんの可愛さ。可愛いか。本当にこのクマ頭がでかいんだよね。クマとのスクショタイム。おしまい。かわいいでしょ。リボンつ